なんでこんな自由にウロウロさせてんの。さっきまで差別外線してたやつね、トラブル防止するん違うの。トラブル防止ちゃうの。ちょっともったいない。あ、何点がもったいない。もったいないないよ。もったいない、もったいないないよ。資料へ、資料へ。これ必要な、必要ないもん取る人ない。必要あるじゃん。警察に癒着やろこれね。さっきまで嫌がらせてたやつここまで近づけてるわけでしょ。トラブル防止ならへんよ。こんな日の丸つけてこんな右翼みたいな服着たやつをここまで入れてるわけやろこいつな。どこがトラブル防止なの。いや日の丸つけてるボクサーが乗ったけどな。なんで愛知県警ってどっぷり癒着やな。なあこれずっとこう何年もこうやってやってたやろ。日の丸つけとるボクシングのしょったけどな。ねえこんなにいつも癒着してやってんの。ねえなあ、なんでやってんの。お前ら金もらってんの右翼から。日の丸つけとるボクシングのしょったけどな。トラブル防止ちゃうの。日の丸つけとるボクシングのしょったけどな。こうやってトラブル起こそうとしてるで。しかももう終わってるやん。日の丸つけとるボクシングのショットだけどな。山下もう終わってんの。何してんの山下。聞いてる。これリングすごいですね。リングもすごいですね。これは何。これはマットですね。はい、新大久保もね、うん、こうやって拳銃がゾロゾロついて好き放題やらせてて、ああなったわけ、うん、だからトラブル防止言いながら、うん、こっちは全然防止せえへんわけやん、うん、トラブル防止とか言いながら全然防止せえへんわけやんか、うん、こうやって中に入れて威圧させてるわけでしょ。これ何の用事もないのにうろうろしてるだけやん、ね、だから自分らトラブル防止言うとき口だけやろ。こんなさっきまで中国人カスとか言ってたやつをなんでここにこうやってうろうろ好きなのにうろうろさすにいっぱい中国人来たらいいのに。トラブル防止やったらさっさと追い出しいな。こんなん東京やったらありえへんよ。ありえない。俺の方ね。あと仲間どこ行った。仲間なんかおらへんよ。一人来てるのに。外国人がいっぱいおるとかに外国人に暴力を振るうやつをうろうろさせるなっていう。見とるだけ。え、見てるだけじゃダメ。ちゃんと止めるよ。見てるだけじゃダメ。あらかじめ入れなければいいじゃん。俺らのことは止めるのにさ。入ってるじゃん。え、入ってるじゃん。俺らだってあそこでなんか道を歩くのに前を塞いでたのにこっちばっかり塞いで肝心のああいうものを野放しにしてるから警察はダメなんだよ。野放しやない。野放しやない。ああやってうろうろすること自体が威圧なわけだから。右翼のやり方でそんなこと分かるでしょ。警察やったら右翼が前をうろうろするだけで威圧なわけだから。今現在は悪いことしてないでしょ。今現在ってずっと悪いことして逮捕歴もあるやつやろうが。なんでそんなもんそんな野放しにしてんの。完全癒着やで。これ癒着。こういうことするから国連に怒られんの。警察がレイシストを守ってるって言われんねやんか。ちゃんと公平中立。どこが公平中立やん。さっきまであんな嫌がらせして嫌がらせしてたやつこんなうろうろ中うろうろさして考えられへんの。隔離措置するんやったら隔離措置したらいいの。何時までやるの。何時までやるの。あいつ帰るまでおるよ。さっきまで嫌がらせしてた人を
こうやっていつまでもうろうろさせて自由ですからとか、そんないから、ありえないから。ね、抗議してる側の自由はなんぼでも制限するでしょ。前立ち塞がって、なんでこいつだけこんな自由にできるの。してるダメなことしたらダメって言うじゃん。俺らダメなこと何もしてないのに、さっき道を塞いで目の前を塞いでたよ。山下お前早く帰れよ。またほら中入ったほら、またついていくの癒着やん。警察もこれ嫌がらせやろ。嫌がらせでしょ。いやー関係るわ。嫌がらせでしょこれ。用もないのにこんなうろうろして。いやー、なんでこの自由ちゃうの。なんでこいつは自由なの、なんで俺は自由ちゃうの。そんな狭いとこ座られへんて、まあ、無理やて。つきまといがよくない。さっさと帰らせえな。もう何がつきまといや。自分が警察につきまとわれてんの。警察に言え。嫌がらせしに来てるだけやもん。さっさとあのタクシー乗って帰らせたらいいの。なんでそんな気使ってんの。あんなアホみたいな。警察はちゃんとせえへんから感じで調子乗るの。違います。はい、黒大工房のお父さん、早くから帰らしい。これトラブルの元、こいつがトラブルの元やねんから。つきまといがようないと思うんやけどな。つきまといやないやかんやで、こいつがつきまとってんねん。こんなええ年越えたおっさんのへりくつにいちいち付き合うことないの。警察が お互いちゃうの。何でもそうやってお互いに言うとあかんねんて。一個もお互いちゃうねん。やることや。この人は、うん、こんなにその警察が気使わなあかんような人なの。公平中立にやってるか。公平中立って何が公平中立なの。公平中立ってさっきまで嫌がらせしてたやつを自由にそこに入れるのが公平中立なの。外線やってないでしょ。あ、今外線やってないでしょ。いや、さっきまで嫌がらせの外線してたやつを春節祭の会場の中に入れるのは公平中立ってこと。違う、さっきまでやってたやつを、いや違法行為うんぬんじゃなくて、さっきまで嫌がらせの凱旋してたやつをあん中に入れたらトラブル防止っていう観点からするとおかしいんじゃない。だってトラブルを事前に防止するっていう名目でいろいろ俺らのこと止めてたわけでしょ。なんで俺らは別に違法行為してないのに、なんで俺らは止めるけどこれは止めないの。どっちも違法行為してないじゃん。あ？なんで春節祭でみんなが楽しんでるとこにさっきまであの嫌がらせしたやつがデーンと座ってたらみんな嫌な気持ちになるでしょ。見てるじゃないって。見てる暇があったらトラブル防止って外に出せばいいじゃん。なんでそこはトラブル防止っていうあの言い訳を使わないの。全然公平中立違うじゃん。だってなんで俺らの時、俺らはトラブル防止やとか言ってなんか道を塞いだりいろいろあっち行けこっち行けとかでやってるのに、こっちはなんでそういう風にやらないの。お願いをしてるじゃん。お願いしたの、出て行けって。お願いしたの。それは僕はあなたの担当。じゃあじゃあ出て行けってお願いしたの。これに僕はあなたの担当です。違う違う、だから警察はこの人に出て行けってお願いしたの。してないんでしょ。誰もしてないでしょ。違う違う、誰も出て行けってお願いしてないでしょ。お願いしてない、俺らにばっかりお願いしてるでしょ。この人にお願いしたの。春節祭で中で楽しんでる人の迷惑になるから外に行きましょう、トラブル防止のためって誰か言ったの。言ってないよね。だって今現在の状況を見てください。今現在の状況って、これこいつがずっと嫌がらせで居座ってるっていうのが今の現在の状況やね。だけどちょっかい出してるのはお得じゃないですか。ちょっかい出してない、警察と喋ってるだけよ。ちょっかい出してるのは、ちょっかい出して、ちょっかい出してないじゃん。いやだから話変わってる、
ってしまってるけど、この人が中にいたらトラブルになるかもしれないから、外へ出てください、協力お願いしますってお願いしたの誰か。なんでこの人にお願いしないの、気使ってんの、右翼に長い付き合いなの、長い付き合いなの、誰かお願いした、お願いしました、誰かお願いしてないじゃない、俺らにだけお願いして、どこは公平中、こっちにはお願いし、協力しろ、どっか行けってお願いするけど、こっちにはしてないんでしょ、公平中立違うじゃん、対応違うよね、違うでしょ、同じかそれ、もうこの状況を見てくれ、この状況何、この状況って俺が来る前の話よ、俺がいない時にその中にずっと入れてたんでしょ、その時に出て行けってお願いした、一市民として耐えられてるんじゃないですか、一市民として俺らカウンターに来てたけど、なんでお願いされるんじゃ、だからお客さんが、違う、じゃあお願いするのとしないのとどこで区別だったのね、どっちも一市民やんか、一市民、そうだね、一市民として俺あそこの前にいたのに、こっちにおるなとか向こう側に渡れとかずっと言われてたじゃん、だから何もしない可能性があれば、あ、全然言わないじゃない、何もしない可能性ってどういうこと、何もしない可能性あるの、こいつ、こいつ犯罪者で逮捕歴もあるんだよ、ちゃちゃを入れるじゃないですか、こいつ逮捕歴もあるんだよ、それでこいつがやってる外線って昨日も先週も外国人を襲撃してるじゃないの、追いかけ回してるじゃん、それで煽ってるのはお宅ですよ、煽ってない、あなたが知らないんだから、何も可能性、トラブルが起きる可能性がない、犯罪の可能性がないって言うけど、これ昨日外国人、ここで歩いてた外国人に罵声浴びせてるじゃん、こいつら昨日だね、それでトラブルの可能性がないってどういうこと、あるでしょ、今はね、だから俺がだからさっき俺喫茶店のお茶飲んでたけど、その前の話、なんであいつをこいつをこの中に入れてんのってこと、昨日いや、こっから出てきた人に嫌がらせで罵声浴びてたやつらをなんで中に入れてんの、トラブル防止策で、ついてるじゃん、えついてるじゃん、ついてたら何なの、こいつついてて警察とこいつが中にいたらみんな楽しめないじゃん、そんな気使わってんの、この山下の、そんな大物な山下、ね、山下さん、お前そんな大物なの、なんかバックにヤクザかなんかついてんの、もう無視、ブログではあんだけ偉そうやのにな、目の前に敵が来たら無視か、目の前に敵が来ても何も言われへんのかな、何も言われへんの、無視、一言も何も目も見られへんのか、いやいや、犬山城素晴らしいな、犬山城ちゃうやん、いや素晴らしいな、犬山城1937年、犬山城が素晴らしいのお前来たら台無しやない、お前が来ることによって犬山城の周りが汚れるやない、自覚ないの、お前国賊やで、だからなんで警察がそんな個人の表現内容に介入すんの、挑発し、なんでなんか俺違法行為してる、まあ、城内のルールはなんか違法行為してる、なんで城内挑発するのやめてください、なんでよ、なんだろう、明らかに、なんで煽っとるかや、煽っとるかや、煽っとるよ、違法かよ、煽るのは違法かよ、違法行為かよ、煽るのはこいつがどれだけのことしてきたと思ってんの、中国人の女の子に嫌がらせとかばっかりしてきたようなやつやで、煽られへんで、なんでそんなの進むと思ってんの、俺煽ったらなんか言論の自由ちゃうの、
警察はそんなもんに、そんなもんに。思うことは自由だよ。考えることは自由。考えること、表現の自由で、表現って考えるだけちゃうやろ。表現の自由って知らんねやろ。勉強せえよ、少しは。なんで警察がそんな個人の表現に介入できると思ってんだよ。裁判やるか。いい加減な知識でもわけのわかんないこと言ってくんなよ。またそうやって押す。押すねえよ。押さないで。押してない。押さないで。ダメ。違法行為。押してないよ。体に触れない。なあ、せっかくの綺麗な犬山城がお前みたいな国賊がうろうろすることによってコロコロやん。城内のルールは守った方がええな気がするけどな。城内のルールってレイシスト禁止ちゃう。いや、看板が入り口に何か書いてあったのが気にしたけどな。何？看板何書いてあったの？いや、城内のルール。お前目見て言われへんな。挑発してかんって言うから、なんであかんって言うの。なんでそんな警察がそんなこと言うの。なんで警察は個人の表現に介入するの。どんな法律に基づいてそれ言ってんの。あ、違法やで。警察はそんな個人の表現に介入したから。分かってる。あんた少しは勉強しろや。なあ、山下聞いてんのか。おい、へたれ。おい、ゴミかす。おい、クズ。城内のルールは守った方がええような気にするけどな。お腹押さない。城内のルールは守った方がええような気にする。お腹ちょっと出てるじゃん。ちょっと、そう、城内のルールは守った方がいいような気がするんだけどな。気のせ、会場内のルールは守った方がいいような気のせいや。気のせい。会場内のルールは守った方がいいような気のせいや。お前は目も見られへんな。目の前に敵がおっても会場内のルールは守った方がいいような気がするけどね。なあ、大きなこと言うのブロネットの上だけやな。会場内のルールは守った方がいいような。ブログでしか書かれへんねんな、大きなこと。偉そうなこと言えんのネットだけやな。まさにネット右翼やな、お前。クソネット右翼やな。そういう人の罵倒するようなことは。だからなんで表現に介入するの。違法、なんか俺違法なこと言ってる。なんで言うの、その人。なんで俺違法なこと言ってる。どうしていいの。え、どうしていいの。は、どうして、何がどうして、なんでそうしゃべんない。なんで俺がどんな表現しようと。警察に関係ないじゃん。なんで。いや、それが元でトラブルになるかもしれない。トラブル起こしたやつを逮捕する。誰が起こすの。え、誰が起こすの。トラブルを起こしたやつを捕まえる。誰、それ誰。会場内のルールは誰が起こすの。なんで俺に聞くの。トラブルを起こすやつがいたらそれを捕まえればいいじゃん、うん、そうでしょ。そうで、暴力行為は違法やろ。そうですね。暴力行為を行ったやつを検挙すればいいじゃん。だけど原因作る人も問題あるよね。原因作る人は問題あるってどういうこと。原因作る人は問題あったら暴力行為が免罪されんの。されないでしょ。ということは暴力行為を働くやつが悪いんでしょ。いや、そうと思った。だからそれは裁判所が判断することであって、ね、でトラブル防止やって言うんやったら、こいつはさっきまでずっとこれね、こいつさっきまでずっと中国人を罵倒するようなことばっかり言ってたわけ。それを春節の会場の中に入れっていうのはトラブル防止ちゃうの。原因を作った方が悪いって言うんだ。こいつがそれの原因になりうるでしょ。違いますか。トラブルなってないですよ。あ、なってない。なってないんだな。今もトラブルなってないやん。なんか喧嘩起きてる。起きてないよね。予防すんのか。喧嘩を起こさせたいのか。喧嘩をさせたいの。違うよ。俺は自分の思ったことをこいつに言ってるだけよ。つきまといやな。つきまといてんのか。つきまといなったらこいつが被害届け出せばいいじゃん。迷惑防止条例も何でも被害届け出させたらいいじゃん、ね、被害届け出す受理すればいいじゃん。それで、ね、それで対応しないよ。俺は別にこれで話しに来てるだけやからね。つきまといって言ったってこいつはここからいなくなったら別に家までつきまとうわけじゃないわけだから、ね、こいつはどんだけひどいことやってきたか。今まで放置してきたんでしょ、愛知県警は。今までずっと今回も放置やろ。昨日も好き放題刺したんでし
こいつら春節の会場から出てくるお客さんに追いかけ回したりするの昨日も黙って見てたんでしょ。それが警察のトラブル防止やろ。違うの、昨日来てないの。あなたなんで返事できなくなるの急に。いろいろ好き放題言ってきて、なんで都合があるのって返事できない。ちゃんとでき、要するにちゃんと自分で正々堂々とできないでしょ。自信ないんやろ。いや理屈は言いたかない。理屈は分かんないでしょ。理屈分かんないよ。さっきあなた自分で理屈分かんないって言ってた。言ってません。言ってた。言ってません。言ってました。言ってない。いやこれほんじゃ再生して、再生したらそんなこと絶対出てこない。出てくる。さっき俺が一人で理屈言ってた。あなたが分かんないって言ったんだよ。言って。そうだからね、今あなたの理屈が分かりませんって言ったの。はあなたの言う理屈が分かりません。あじゃあ、うん、分かるまで言うよか。じゃあいや聞く必要ない。なんで聞く必要ないの。聞く必要ないのにこそっちからなんか喋りかけてくるのやめてくれる。こっちの話聞かないのに話しかけてくるの。喋りかけてるわけじゃない。喋りかけてきてるの。やめてくださいってお願いしてるんです。だからなんで俺がやめてくださいってお願いをしてるんです。聞きません。お断りします。どうぞ。はい、もう言ってこないでね。いや言います。なんで。それは言います。お願いを聞かないと言ってんのになんで言ってくるの。しつこく。いやそれは言わなきゃ。表現への介入やな。私が警察はそれしたらダメなんだ。私が言うのも表現でしょ。あ違う違う。やめてください。そういうことじゃなくて、あなたは警察なんだから、はい、権力なの。力があるわけ、わかる。で公共行政なの。行政が権力、あの市民の表現に介入したらダメなの。これ基本原則、憲法の。だあなたがそのこの 服を脱いでね、普通のおっさんとしてここにいるんだったら別に違う。裁判官が決めるんじゃなくて先に憲法で決まってんの。いや裁判するんですよ。裁判したら、裁判したら裁判官が。裁判してもあなた負けるよ。いやだけどそれ裁判官が決めるんでしょ。ああ、いやあなたが決めるんじゃないでしょ。裁判官が決めるんじゃなくて法律が決めるの。え 法律に決まってることについて、うん、裁判すると裁判官が決めるんでしょ。裁判官が決めるんじゃなくて裁判官は法律に従って判断するわけ、うん、勝手に決めてるわけじゃない、うん、だから法律で決まってるわけだから。泥棒したら、うん、泥棒したら悪いことっていうのは別に裁判しないと分かんないわけじゃないでしょ。決めるんでしょ。万引きしてそれが犯罪かどうかって別に裁判官に聞かないと分かんないことでもないでしょ。万引きの被疑事実を認めてたらそれが犯罪だっていうことは別に裁判官なんか持ち出さなくたってできるでしょ。裁判をすると裁判官じゃないですかっていう。裁判をかけると裁判官が判断するんですよね。そうだよ。そうです。それは私今裁判違うじゃん。そうです。あなたと俺の判断じゃん。憲法知らないの。何の判断。あなたと俺の判断でしょ。何を判断するんですか。何を判断するんですか。何を判断って、だから憲法に合ってるかどうか判断できないの。だから何がその憲法に合ってるか。行政が市民の表現に介入できるの。警察が。いや介入してるんじゃなくて私はやめてくださいとお願いしてるだけで。やめてくださいっていうのは介入じゃん。いや違います。やめてくださいって介入じゃん。どうして。え、どうして。だってやめてくださいって表現をするなってことでしょ。介入じゃん。いやするなって言ってないじゃないですか。えしても お願いしてるするなって言ってないことはしてもいいってこと。やめてくださいってお願いしてる。じゃあするなと言ってないんだね。あなたはするなと言ってない。言ってないんだね。やめてくださいって。やめてくださいとするなは違うんだね。いや違うじゃん。つまりやめてくださいってことはするなっていう意味じゃないってことね。違うんじゃないですか。同じだよ。どうして同じだ。なんでするなを丁寧に言ったらやめてくださいじゃん。するなは命令でしょ。やめてくださいも命令形文法は。あそうなの。そうだよ。そう英語で言ってみれば同じだよ。丁寧語じゃないの。丁寧語は言葉の丁寧さの度合いを表すもの。だけど英語でって日本だもんで英語に直す必要ない。英語で言ったらストッププリーズでしょ。命令形だそれどっちも。いやだからここ日本やめてください。くださいも命令形日本語の。あなた帰って辞書引いてみなさい。いやだから日本だから命令形だ。英語に直す必要ないじゃない。英語に直さなくても命令形だから。どうして。どうしてって日本語の文法がそういう風に決まってんじゃん。お願いでしょ。お願い。え、お願いして。お願いだから聞きませんよ。そのお願いするのやめてください。これさ山下いつまでいるの。昨日何時までいたの。ほらまたそうやってもう無視する。自分の言えることと言えないことは。こいつが昨日何時までいたか言えないの。なんでそんなにこいつ守るわけ。
どっぷり癒着やな、愛知県警。なんでそんな気使ってんの、金もらってんの。まあそんな金があるわけじゃないと思うけど、こいつは。もう4時ないの、俺に、ね、もう4時ないの。山下もう帰ろうや、飲みに行こうよ。あ飲みに行こうよ。味噌カツ食行こうか。お前ほんま下手れやな、何にも言われへんな、真のゴミカスやな、真のゴミカス国賊売国奴やな。場内のルールは守った方がいいと思うな。明後日の方向を見て何言っとんねん。場内のルールは守った方がいいと思う。このクソヘタレ。